半中性子は中性子の半粒子である。いくつかのパラメータで中性子とは半数の値をとる。質量は中性子と同じであり、電荷も中性子と同じゼロであるが、バリオン数は中性子のプラス1に対してマイナス1をとる。これは中性子がクオークからできているのに対して、半中性子は半クオークからできているためである。特に半中性子は一つの半。 アップクオークと二つの半、ダウンクオークから構成される。反中性子は電気的に中性のため直接観測することは容易ではない。その代わり対象滅による生成物が観測される。理論的には束縛されていない反中性子は中性子の β 崩壊に対応する過程で反陽子と非電子ニュートリノに崩壊する。理論的には バリオン化の保存の破れを許容する未知の物理過程があるとすれば中性子半中性子振動が存在する可能性が指摘されている。半中性子は半陽子が発見された翌年の1956年にローレンス・バークレー国立研究所のベイバトロンを用いた陽子、陽子衝突の実験を行っていた際にブルースコークによって発見された。 反中性子の磁気モーメントは中性子の反対であり、中性子のマイナス 1.91μn に対して 1.91μn である。ここで μn は各事項を表す。カートス、ロン、アンティーマター、スクールフォーチャンピオンズ、31ディセンバー2008、リリーブド22ディセンバー2009、ロレンツォン、 ボルフガング、http コロンスラッシュスラッシュ www-personal.umich.edu スラッシュロレンズオンクラセス2007ソリューションズマフィス 390hw7 ソル pdf フィジクス390ホームワークセット7ソリューションズモダンフィジクスフィジクス390 ウィンター2007、6エープリル2007、リリーブド2 2 t ィーセンバー2009。ありがとうございます。